では今から、焼き豚を作っていきます。使うのは、まあ、豚バラのブロックですね、それを使っていきます。で、油を引かない、フライパン、これ強火、かなり、強火ですけれども、強火で、この豚バラブロックを炒めていきます。で、炒めるときはこの油のね、ある面を下に置いて、最初に油の方が炒めていきます。いきます。いい感じですね。で、焼いているうちに、この肉からですね、かなり脂が出てきますが、それはもう丁寧に取っていきます。もうちょっと焼いていただけでかなり脂が出てきてますので、こういう感じで脂を取っていきます。この脂を残しておくと、やっぱ臭みが残るみたいなので、もうこれは丁寧にきっちり取っていく方がいいみたいです。このくらいまでしっかりですね、全面に焼き色がついたら、ここで、肉を揚げてお湯を通して、油を抜きます。はい、では今から、チャーシューの煮汁を作っていきます。水でもいいんですけれども、一応、今日は昆布だし使います。昆布だしを、まあ、大体1カップぐらい入れて、から醤油は、50cc ほど、あとお酒ですね、もう50ほど入れて、あと、砂糖ですけれども、これはもう適量お好みで、加えていただければいいと思います。今回は、でこれを、煮立てていきます。はい、このように煮立ってきたら、先ほど湯通しして、冷ましておいた、豚肉を入れます。よいしょ。だってこれはもう好みですけれども、軽く、生姜を、もう生姜は、最初の時に入れてさっと後でもうすぐ取り出してください。1分ほどでいいと思います。はい、ある程度、全体に、馴染んできましたら、今から落とし蓋をして、煮込んでいきます。落とし蓋をしてから、5分ほどですね、でもうこれかけていきます。で、ここでですね、全体に山椒を、振っていきます。あと火加減を調節しながら、このソースを煮絡めていくような感じで、こう全体になじませていくような感じで煮立てていってください。完成しました。食べるまでしばらく時間を置いて、ちょっと置いておくのがいいと思います。はい、チャーシューの方出来上がりました。ネギはてんこ盛りで盛り合わせてます。残り半分は明日食べようと思います。さっき、つまみ食いしてみたんですけれども、豚の臭みも消えていい感じで出来上がってます。